すぐチンコ触ってしまう癖が治りません。そんなアリンコッコなんて可愛い名前つけとるのにお前すぐチンコ触ると、なかなかキモいギャップあるね。マジかよ。なんだ俺、さっきもお前コメントくれとったよ。俺勝手に女の子と思ってた。アリンコッコなんて男つけんだろ。びっくりした。お前チンコ触んな、そんな名前で。やめとけよ。よかったね、自分のハンドルネームが表に表示されるタイプの社会の仕組みじゃなくて、お前のハンドルネームを表に表示されるタイプの社会の仕組みやったら、うわあいつキモギャップあるわって言われとったよ。危ねえな、アリンコッコって名前でチンコずっと触ってるわ、危ねえってなってた。お前よかった、ネットの中でしか表示されない。いや女かもしれない。女なんだ。うわエロかった、ありがとう。女やったこいつ。ごめん、なんて聞いてなかったっけ。もう一回教えてくれ。ごめんね、ごめん、おじさん聞いてなかったんだ。もう一回教えてもらっていいかな。いいかな。ちょっとなんだって、チンチンがなんて、チンコ触る癖が。ああ本当、おじさんも自信あるんだ。あとねツイッターのアカウントの DM とか教えてもらってもいいですか。インスタグラムでもいいよ。だろ、僕のチンチン握れるかどうか判断してもらってもいいですか。 ID 書いとくんで。はい、竿の部分に ID 書いとくんでいいですか。 ID のタトゥー入れとくんで。直さんでいいよね。その癖素敵な個性だって言われてるわ。素晴らしい個性だぜ。お前もヒーローにならないか。遊泳っていう学校があるんやけど通ってみない。チンコ握りヒーローとして生きていかないか。お前おチンポヒーローピンクサロンとして働かないか。チンコに墨入ってない。もう俺 ID 買え。電話番号のタトゥーも入れるわ。チンチンに、チンチンに電話番号のタトゥーがめちゃくちゃ賢くない？それ超いいじゃん。チンチンに電話番号のタトゥー入れよう。おもろくねえ俺。電話番号変わったらどうしよう。電話番号変わってもおもれえや。おもろいでいいや。今日一嬉しそうで何言うてる。そうやめて。そう俺が本当に今日一嬉しそうじゃなくても、その今日一嬉しそうで何よりっていうコメントを言うことによって本当に今日一喜んどるけど何。いや今日一喜んどっちゃけどさ、結局ね、そのじゃあどっちだろうって言われたらさ、もちろん今日一喜んどっちゃけど、そういうコメントをすることによって本当に俺が今日一喜んどみたいになるやん。いやけどそう思っとってもそう心の中で閉じ込めとってよ。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。